高等学校辞めて市民講座で教えてると、市民講座聞きに来る大人の人ってね、知識欲すごくあるんだよね。うん、であくまでも高校日本史レベルですよって言ってるんだけど、だけどここの教室で喋ってることを喋ったって喜んでもらえないのね。そこで高校の授業よりももうちょっといい話をしましょうと、はい、言って、でね、その時話す時ね、私がね聞いてさ、そうやったんというような話をすると大体喜んでもらえるんだよね、うん、はい、高等学校の先生が聞いて、そうやったんか面白いなというような話をすると大人たちは喜ぶです。この源平の争乱と平家物語を読んでいると、ちらっと征夷大将軍のことが書いてあって、数行ですけどね、うん、あ、これ面白いわと思って、なんて書いてあるかというと、頼朝は奥州藤原氏を攻撃したかったんや、そのための役職として征夷大将軍を欲しかったんやと。この説は私初めて見ました。最近ね、頼朝は大将軍を欲しかったんで、まあ、何将軍でもよかったんだと言うたのか、なんかこう流行ってるみたいなんだけど、それよりは奥州藤原氏を攻めるために征夷大将軍が欲しかったんだけど、後白河法はそれを認めてくれなくて、で征夷大将軍になれないまま結局奥州藤原氏を攻撃して滅ぼしてしまうんだけど、後白河法が亡くなって、で九条兼実が源頼朝に欲しがってた征夷大将軍ですけど、あれあげましょうかと、もう奥州藤原氏滅びてしまったから無意味だけどね、ということで征夷大将軍にしたんだって。だから征夷大将軍ってなった瞬間からもう意味なかったんだね、うん、でね、ずっとね征夷大将軍って意味がないまま行くんだよね。だって日本将軍で外国と戦った人いないから。秀吉が外国に攻めていったけど、彼は関白で行ってるから、これ征夷大将軍で外に攻めていった人ってのはいないんだよね。ところがね、江戸時代に幕末になって、尊王攘夷だ、尊王攘夷、伊と戦うのは征夷大将軍だ、征夷大将軍やろ、外国人と戦えって最後の最後でね、征夷大将軍ということで、で、徳川幕府も困ったみたいだけどね、ああ征夷大将軍って面白いなと思いました。あ、実はね、武家社会ではね右大将が大事なんだって。頼朝も右大将になってるでしょ。朝廷の武官の一番上というのは左大将、右大将なんだよね、うん、将軍って官位5位右大将、左大将がずっと上でね、だから頼朝も右大将になっています。で、ここから先の話はこの本とは関係ないんですけどね、頼朝が征夷大将軍になって奥州藤原氏攻めたろうとしとったというのはさっきしましたよね。で、奥州藤原氏だけどね、あれなんで藤原なんだろうと疑問に思ってね、系図作ってみたら奈良時代に分かれてるんだね。で、藤原の又手の方の系統が摂関家になって、魚名の方の系統が秀里を経て奥州藤原氏になってる。で、奥州藤原氏、藤原の清平、元平、秀平の子になると、いや、私どもも藤原の一門ですのでよろしくということで、摂関家に馬を献上したり、まあ、金なんかも持っていったのかな。それで藤原家の摂関家の方も、まあ、いろんなの持ってくるなと。じゃあ、一門と認めて荘園の管理、摂関家の荘園の管理するかということで、摂関家の部下みたいな形になってた。これ摂関家から見ればね、美味しい話でね、
馬とか金とか持ってくるんだから。で、だんだん地位も上げてもらって、で、秀原のことになると、鎮守府将軍とか陸奥守になってる。鎮守府将軍になったり、陸奥守になってる奥州藤原氏を攻撃したろうと思うと、鎮守府将軍では無理か。ね。で、頼朝考えて征夷大将軍にしたのかな。うん。ところでこの系図で、秀衡の妻に、藤原の元成の娘というのが出てきます。この藤原の元成って誰なのというと、藤原の元成というのは、藤原の秀衡の政治顧問なんです。15位です。で、この人、あの平治の乱で、負けた藤原の信頼の兄貴なんで、で、兄弟の信頼が平治の乱で負けたもんだから、奥州へ飛ばされて、で、まあ、この人、陸奥守やったこともあって、まあ、秀衡と顔見知りだったところもあって、で、まあ、平泉へ行って、秀衡の顧問するわ、ということになってたらしいんです。でね、この藤原の元成でね、平泉に行っても、結構中央とのパイプがね、あったらしくって、元成のね、妹が、関白近衛家に行って、正室ではないですけどね。で、その産んだ男の子が関白になってる。近衛元通という。で、高倉院生。これ実質的な支配者は平清盛ですけど、平清盛が政権を取った、後白河法皇を幽閉して、実質的に政権取った時の上皇は高倉上皇で、天皇は安徳天皇で、関白は近衛元通なんで、そのお母さんの兄弟が藤原元成なということで、摂関家と奥州藤原氏でつながってるんだね。それで藤原元成から上に上がっていって、おばあさんの兄弟が産んだ子が一条長成で、一条長成の皇室、二人目の正妻は時は御前な。時は御前というのは源義朝の側室だった人。時は御前って、私たち中学高校の頃に平治の乱に負けて、三人の子供を抱えて、ね、雪の中逃げていきました。って大変かわいそうな女性で、勉強しましたけど。で、時は御前というのは、もともと中宮藤原定子に仕える増子目で、公募したらトップの成績で受かった人みたいですよ。で、藤原の定子というのは、藤原の忠通と美福門の養女の人で、つまり時は御前というのは、美福門、藤原の忠通、これ、保元の乱で勝った人たちの系列の人に仕えていて、で、美福門院とか忠通が義朝を時は御前を通じて陣営に引き込んでいた。そういう人。で、平治の乱で源義朝は藤原の信頼に付き従って戦って負けるんですけど、政府側としても、まあ、義朝は、まあ、信頼に従って戦ったわけだから、まあ、子供たちの命まで取ることはないだろうということで、で、時は御前と子供たちを保護して、で、時は御前で一条長成という人と再婚したんです。で、一条長成って、源の義朝より暗い上で、でしかも、時はと長成の間に生まれた子供、長成ってなかなか、男の子ができなくて、で、時はとの間に、やっと男の子ができて、この男の子が、一条家の後取りになって、で、13位まで上がっているので、時はさんって、義朝と別れた後、より位の高い人と再婚して、で、子供はもっと上に上がってるんです。この人晩年ハッピーな
生活をした人のようです。で、義経さんなんですけど、義経さんも、時は御前が長成と再婚したので、長成の養子という形になって、貴族の、まあ、一応縁者ということになりました。で、義経、なんで奥州へ行ったかというと、長成と元成はこうつながっていて、元成と秀衡は、元成が秀衡の政治顧問なんだから、まあ、義経を奥州にこういうルートで移したん違うかと言われています。で、この後ね、私この経図見ながらね、しげしげ思うんだけどね。奥州城して最終的に源頼朝に滅ぼされてしまうんです。で、奥州藤原氏の持っている馬とか金とかね、あ、東北の産物、あの利権は源頼義、源義家以来、河内源氏が狙ってたんです。奥州藤原氏の安全保障上の一番のやばい敵は河内源氏なんですね。鎌倉に本拠地を置いている。で、安全保障上、奥州藤原氏は摂関家とか平家に接近していたんです。で、このケース見ても、藤原秀衡の政治顧問の元成の系列に、関白近衛元通が出てきて、近衛元通というのは、平氏政権の関白だから、奥州藤原氏って、摂関家、平家に近い。それでさ、その中に迎えられた源義経が、平家やっつけるんや、お兄ちゃんと頼朝に戦うんや、って言ったときに、これ秀衡ね、困ったよね、と思うんですよ。で、結局、平家が滅びて、で、頼朝は奥州へ攻め込んで、奥州藤原氏は滅亡してしまうわけで、こう考えると、源義経の人生って何だったんだろうと思いますね。どうですかね。